1984から1985シーズンの NBA は NBA の39回目のシーズンである。1984年は NBA の歴史の中でも特別な年に位置づけられている。マジック・ジョンソンとラリーバードの登場で危機的な状況から救われた NBA がさらなる飛躍を果たしアメリカという枠を飛び越えて国際的な人気を勝ち得ていく上での 起点となった年だからである。すなわち、マイケル・ジョーダンの登場、ジョーダン世代と呼ばれるスター選手のリーグ全体への分散、デビッド・スターンのコミッショナー就任、サラリーキャップ制度の導入である。当時は、マジック・ジョンソンとラリーバードの直接対決が大きな注目を集め、これらの事象はそれほど重要視されていなかった。古今東西あらゆるバスケット選手の中でも、 別格とされているマイケル・ジョーダンは、しかしドラフトで指名された当初、多くの NBA 関係者は、彼がここまでの存在になるとは予想していなかった。ジョーダンの学生生活は、他のスター選手が歩んだような、花々しいものではなく、高校生の頃は、バスケットチームにさえ入れてもらえなかった。大学は、バスケットの名門校であるノースカロライナ大学に進学したが、 当時注目を集めていたのはチームメイトのジェームス・ウォージーでジョーダンは彼の影に隠れた存在だった。ジョーダンにウォージー、そしてサム・パーキンスと後に振り返れば非常に豪華な選手を揃えていたノースカロライナ大は1982年の NCWA トーナメント決勝に進出。対戦相手は後にジョーダン修正のライバルとなるパトリック・ユーイング率いるジョージタウン大学だった。 全米が注目するこの大舞台で1年生だったジョーダンは彼の運命を大きく変えるショットを決める。残り32秒で1点を追うノースカロライナ大は重要なショットをエースのオージーではなくジョーダンに託した。残り17秒ジョーダンが放ったジャンプショットは綺麗にゴールに吸い込まれノースカロライナ大の全米制覇を決定づけた。 ジョーダンのザ・ショット伝説の始まりだった。ジョーダンは芝叩く間に、カレッジ界のスター選手となり、3年生の時には、ジョン・ウ・デン賞、ネイ・スミス賞を獲得。名実ともにカレッジバスケのナンバーワン選手となった。カレッジ界で不動の評価を得た、ジョーダンだが、NBA のスカウト陣の視線は別の選手に、注がれていた。ヒューストン大学のアキー・ム・オラジュアンである。 2 1 3トルの長身に俊敏さを兼ね備えた将来のトップセンター候補であらゆるチームが欲しがる逸材だった。オラジュワンが大学でのプレー4年間を全うし、いよいよドラフトにエントリーするとなって、前期1983から84シーズンでは低迷中のチームが躍起になって負けた。シカゴブルズは後半の33試合で27敗し、 ヒューストンロケッツはシーズン終盤にラルフ・サンプソンの出場時間を抑え最後の10試合で休敗した。壮絶な敗北合戦の末にロケッツは見事にウエスタン再開となったがブルズはご一歩及ばずインディアナ・ペイサーズに次ぐイースタンワースト2位だった。コインリップの結果ドラフト全体1位指名権はロケッツが獲得、結局ブルズは3位指名権だった。 この敗北合戦が一因となって、翌年からはドラフトロッタリー制度が導入された。そして、運命のドラフト当日、ロケッツは未人の迷いもなくオラジワンを1位指名した。2位指名権は、ペーサーズではなく、過去のトレードからポートランドトレールブレイザーズに譲渡されていた。ブレイザーズにはすでにジムパクソンやクライドドレクスラーがいたため、 同じシューティングガードのジョーダンを指名する必要はなかった。そしてブレイザーズはサム V を指名した。後にドラフト史上最大の失態との国評を受ける。この指名も当時は順当なもので、たとえ膝に不安を抱えていようとも、ケンタッキー大学のスターセンターを見逃す理由はブレイザーズにはなかった。そして3位指名の番になって、ようやくジョーダンの名前が呼ばれた。ジョーダンは、 シカゴブルズに入団したのである。当初ジョーダンを指名したブルズですら、彼の真の価値に気づいてはいなかった。しかしドラフト後のロサンゼルス五輪に出場したジョーダンは、国際舞台でも花々しい活躍を見せ、アメリカ代表を金メダルに導いた。ジョーダンの持つ可能性にようやく気づき始めたブルズは、当時の新人としては破格となる7年600万ドルの契約をジョーダンと交わした。 ブルズの選択は大正解だった。ジョーダンはブルズに数々の栄光をもたらし、そして1990年代にはあのマイケル・ジョーダンが所属するチームとして世界で最も有名な NBA チームとなるからである。マジック・ジョンソンとラリーバードがライバル関係を築いたことで高い人気を獲得したように、ジョーダンが世界的な人気を勝ち得る上でジョーダン世代と呼ばれる。 ライバルの存在は欠かせなかった。1984年の NBA ドラフトは NBA 史上最高のドラフトと呼ばれており、またこの年を皮切りに80年代後半から90年代の NBA を代表するスター選手が続々と NBA 入りを果たしていく。翌年のドラフトではパトリック・ユーイング、カール・マローン、ジョーディ・マースが NBA 入りしている。 重要なことは彼らが一緒に集まらず各チームに分散したことだった。過去5年のドラフトを振り返ってみればロサンゼルスレイカーズやボストンセルティックス以外のチームにとっては実に不公平なドラフトが続いた。1979年ではマジック・ジョンソンがレイカーズから全体1位指名を受け同じ年にラリーバードはセルティックスに入団した。 続く1980年の全体1位指名権はセルティックスが保持しており、セルティックスはこの指名権を利用してロバート・パリッシュとケビン・マクヘイルを同時に手に入れた。そして1982年の全体1位指名権はまたもやレイカーズの手にあり、レイカーズはジェームス・ウォージーを指名した。優秀な人材がことごとく強豪レイカーズとセルティックスに流れていったのである。 結局、NBA の人気は、レイカーズやセルティックスといった一部のチームが独り占めし、大多数のチームは70年代から続く、どん底の状態が続いていた。1983年の時点では、全23チームのうち、17チームが赤字経営に陥っていたのである。しかし1981年には、アイザイア・トーマスがデトロイト・ピストンズに、 1982年にはドミニク・ウィルキンスがアトランタ・ホークスに、1983年にはクライド・ドレクスラがポートランド・トレイル・ブレイザーズにといった具合に、スター選手の目は少しずつ各チームに巻かれていき、そしてこの年を皮切りに一気にリーグ全体にスター選手の目が広まった。彼らはそう時間を待たずして花開き、個性豊かな選手たちの活躍で、 リーグ全体が大きく、活気ついていくこととなる。そして彼らが、ジョーダン率いるブルズと数々の熱戦を繰り広げることで、NBA の人気をかつてないほどに高めていく。スーパースターという駒は、着実に揃いつつあった。残る課題は、スーパースターと NBA というソフトを世界に向けて発信する手段と、リーグを健全化するシステムだった。 60年代から70年代にかけて、教会と選手会はたびたび衝突しい、いくつもの裁判を抱えるようになった。この頃に外部顧問弁護士として NBA に雇われたデビッド・スターンは、1978年には NBA の法律部門立ち上げに協力し、1980年には教会の取締役副社長に就任した。そして1983年、 スターンは NBA 初の労使協定を取りまとめることに成功する。この時導入が決定されたのがサラリーキャップ制度だった。頑強な選手会との協定締結で拉ワ腕を発揮したスターンは1984年2月に第4代 NBA コミッショナーに就任した。スターンは次々と改革を行った。コミッショナー就任に先駆けて締結された労使協定は 当時やや暴走気味だった選手会の発言力を抑え、さらに当時リーグ全体に蔓延し、リーグのイメージを著しく傷つけていた薬物、アルコール汚染にも厳しい態度で臨み、リーグの正常化に力を注いだ。そして、スターンが NBA の経営戦略として最も重要視したのがテレビだった。スターンがコミッショナーに就任した年の年の ファイナルはマジックタイバードという当時の NBA 最高のカードであり NBA では初めてファイナル全試合を生中継して成功を収めたまたこの年には TBS と2年間2000万ドルの契約を結んでおりさらにケーブルテレビの急速な普及でテレビの分野でも新たな市場が開拓されていた当時バスケットは野球や アメリカンフットボールと比べ攻守が目まぐるしく変わるため、テレビ放送には不向きとされていた。そこでスターンは NBA を魅力あるエンターテインメントとして世に送り出すため、様々な手段で NBA の試合を迫力ある映像作品に仕上げた。試合中継のアングルは細部にまでこだわり、それまでゴールの間を行き来するだけだった映像に縦の動きを加え、3次元の迫力ある映像を 提供した。さらに選手には記者の取材に可能な限り協力させ、また NBA エンターテインメント部門を立ち上げて NBA 自らも外に向けて情報を発信した。これらの試みは当時としては非常に斬新な手法であり、スターンの積極的な売り込みがこうを奏して各テレビ局も次第に NBA の専門番組を放送していくようになった。 スターンによって NBA というソフトを世界に向けて発信する手段が確立された。以後、冗談人気の高まりとともに NBA の認知度は飛躍的に高まり、スターンが確立した手段によって世界に向けても発信され NBA は国際的な人気を勝ち得ていくこととなる。スターンはこの他にもスポンサー契約やライセンス契約でも脱腕を発揮し、 破産状態寸前だった NBA の財政を見事に立て直した。特に90年代に入ってからは NBA のユニフォームなどがファッションとして若者に受け入れられるためライセンス契約を一括して管理する NBA プロパティーズは NBA にとって重要な収入源として大きな成長を見せている。NBA のサラリーキャップ導入は1983年の 労使協定により決定された。当時のリーグには、財政的に潤っているチームが優秀な選手を集めることで、さらに人気を高まりさらに豊かになる一方、財政的に困窮しているチームは選手を育てても、すぐに他チームに取られ、さらに人気が下がって、さらに困窮するという悪循環が蔓延していた。また選手たちのサラリーは、異常な高騰を見せかくチームの財政を圧迫しており、 リーグ全体が財政難で傾きかけていた。リーグを健全化するためには何らかのルール、システムを設ける必要があり、それがサラリーキャップ制度だった。これはアメリカ次第メジャースポーツの中でも初めての試みだった。最初の労使協定で定められた。制限金額はリーグ総収益の53%で制度がスタートする。 この年のサラリーキャップは360万ドルだった。この制度はリーグのシステムの面で大きな転換期となった。この年のドラフトではアキーム・オラジュアンがヒューストン・ロケッツから全体一指名を受けた。他、サム・ブーイ、マイケル・ジョーダン、サム・パーキンス、チャールズ・バー・クレイ、アルビンド・ドバートソン、オーティス・ソープ、ケビン・ウィリス、ジェイ・ハン・フリーズ、マイケル・ケイジ、ジョン・ストックトン、 ジェフ・ターナー、バーン、フレミング、トニー・キャンベル、ロン・アンダーソン、ダニー・ヤング、ジェローム・カーシー、さらに NBA でプレーしなかった選手の中で最も偉大な選手と言われているオスカー・シュミットや後に陸上選手として名を馳せるカール・ルイスらが指名を受けている。オールスターには H ・オラジュワン、M ・ジョーダン、C ・バークレイ、A ・ロバートソン、O ・ソープ、K ・ウィリス、 ジェイ・ストックトンの7人が選ばれている。詳細は1984年の NBA ドラフトを参照マイケル・ジョーダンは当時の新人としては破格の7年600万ドル契約、ナイキなど数社とのプロモーション契約など開幕前から話題を集めていたが、彼がそこまで破格の待遇を受けるにふさわしい選手なのか、回帰的に思う人もいた。しかし新シーズンが開幕してしまえば、 ジョーダンの鮮烈なプレーが芝叩く間にリーグを席巻した。ジョーダンが加入する前のシカゴブルズは3シーズン連続でプレーオフ出場を逃していたドアマットチームだった。不甲斐ないチームに地元の関心も離れ1980から81シーズンを境に観客動員数は右肩下がりとなっていた。しかしジョーダンが登場したこのシーズンは 前期の26万950人から87%増となる48万7370人を動員。ジョーダンの経済効果は他チームにも及び、ブルズが遠征でやってくる試合のチケットは飛ぶように売れ、いつもは観光庁が泣いているようなアリーナでも満席となった。ルーキーイヤーからオールスターゲームに出場したが、しかし初めてのオールスターはジョーダンにとって苦い経験となった。 ジョーダンはリーグの先輩であるチームメイトからパスを回してもらえないフリーズアウトという仕打ちを受けたのである。首謀者と言われたアイザーやトーマスはこの企みを否定したがオールスター明け後最初の試合でジョーダンはこの時の鬱憤を晴らすように49得点を記録。この時の相手はアイザーやトーマス所属のデトロイトピストンズだった。 ジョーダンはこのシーズン28.2得点6.5、リバウンド5.9アシスト2.4スティールを記録し、新人王を獲得。ブルズも前期から11勝を上積みし、4シーズンぶりにプレイオフに進出した。前期、ついにファイナルで早退した、ロサンゼルスレイカーズとボストンセルティックスの決戦は、 全米の期待に背かない熱戦となったが、レイカーズとロサンゼルス市民にとっては60年代に味わった屈辱を再び味わう結果となった。ファイナル8度目の対決は、8度目のセルティックス勝利で終わったのである。敗因の一端を担ったマジック・ジョンソンは、ファイナル敗退が決まった夜、親友のアイザヤイ・トーマスや、マーク・アグワイアラと共に夜を過ごしたが、 バスケットに関することは一言も話さなかったという。昇進のマジックは、オフに、コンバースの CM で、ラリーバードと初共演し、二人は、この撮影で、初めて進行を温めた。勝利の余韻と敗北の屈辱に浸る時間持つかの間、新シーズンはスタートし、セルティックスもレイカーズも変わらずリーグトップの実力で、それぞれのカンファレンスを制した。 そしてセルティックスは2年連続でリーグトップの勝率を収め、ラリーバードは2年連続 MVP、ケビン・マクヘールは6万勝を獲得し、ディフェンディングチャンピオンとしての実力を知らしめた。しかし華々しい成績とは裏腹に、チーム内ではいくつかの問題を抱えていた。先発の一人だったジェラルド・ヘンダーソンは契約問題に折り合いがつかずシーズン前にチームを去っており、 4年目のダニー・エンジが大きな成長を見せていたもののバックコートの層の薄さは明らかだった。さらにセドリック・マックスウェルは慢性的な膝の故障を抱えるようになっていた。一方リベンジに燃えるレイカーズは盤石な体制を整えつつあった。ジェームス・ウォージーがジャマール・ウィルキスに代わっていよいよ頭角を表し、ここにカリーム・アブデル・ジャバー、ジェームス・ウォージー、マジック、 ジョンソンの NBA 市場でも屈指のラインが誕生し、ショータイムバスケットが完成した。このシーズンのスリーポイントシュート1位に輝いた2年目のバイロン・スコットは有力なスコアラーに成長し、バックコートにはマジックとコーディフェンダーのマイケル・クーパー、そしてスコットの充実したメンバーが揃った。インサイドではジャバーをカート・ランビスがサポートし、ベンチには 元 MVP のボブ・マカトゥーが控えるという豪華さだった。レイカーズは前期の54勝を上回る62勝を記録し、レギュラーシーズンを終えた。プレーオフで両チームの再戦を阻む者は現れず、レイカーズは11勝2敗でファイナルに勝ち上がり、セルティックスはカンハレンス準決勝で成長株のデトロイト・ピストンズとは第6戦まで戦ったものの、 カンファレンス決勝では宿敵フィラデルフィアセブンティー・シクサーズを4勝1敗で破り11勝4敗でファイナルに勝ち上がった。ファイナルは2年連続で当時の NBA 最高のカードだったロサンゼルス・レイカーズ対ボストン・セルティックスとなった。第一戦打倒セルティックスを目指し一気込んでボストンガーデンに乗り込んだレイカーズだったが そこで待っていたのはセルティックスによる大逆殺だった。この日レイカーズは148から114の大敗を喫してしまったのである。不安視されていたセルティックスのバックコート陣は試合前の評価の覆し、次々とレイカーズのゴールに襲いかかった。ダニー・エインジは第1球だけで15得点を決め、スコット・ウェドマンは11本のフィールドゴールをすべて決めた。 一方のレイカーズのプレーはひどく、特に38歳を迎えていたカリーム・アブドゥルジャバーは、ロバート・パリッシュに抑え込まれ、12得点3リバウンドと散々な内容だった。この歴史的大敗は、大虐殺記念日と名付けられ、レイカーズにとって屈辱的な日になると共に1958年以来26年越しの悲願であるダトーセルティックスに、早くも暗雲が立ち込み始めた。 この試合は2008年のファイナル第7戦で131から92で、セルティックスが勝利するまで、同カードで最も点差の開いた試合だった。第2戦大虐殺の翌朝、レイカーズの宿泊ホテルで恒例のビデオセッションが行われる中、ジャバーは最前列の席にいた。レイカーズのヘッドコーチ、パット・ライリーは敗戦のビデオを繰り返し見せながら、不甲斐ない選手、特に、 ジャバーのプレーを激しく知ったした。チームメイトの誰よりも年長のジャバーはライリーの知ったを瞬きもせずに受け止め、そしてセッションが終わってからは選手一人数とに謝罪をして回ったという。彼の態度はチームの奮起と結束を促した。第2戦をレイカーズは109から102で勝利した。 第一戦では散々な内容だったジャバーはこの日30得点17、リバウンド8アシスト3ブロックと大活躍した。マイケル・クーパーは FG8、9の22得点を記録。ジャバーの復活で、レイカーズが1勝1敗とシリーズをタイに戻し、またセルティックスが持っていた、ホームコートアドバンテージを無効にした。第3戦波に乗るレイカーズはフォーラムに、 戦いの場を移した第3戦を136から111で勝利した。第2級中盤までは48から38で、セルティックスがリードしていたが、ここからこの日29得点のジェームス・ウォージーが、猛反撃を見せ、前半が終わる時点で65から59と、レイカーズが逆転を果たしていた。以降レイカーズは一度も並ばれることなく、勝利を収めた。 ジャバーはこの日も26得点14リバウンドを記録し、チームを牽引する活躍を見せた。一方初戦の対象から1点に連敗を喫したセルティックスは、エースのラリーバードがシュートスランプに陥っており、この2試合では FG17、42という内容だった。実はこの時右肘と背中に故障を抱えていたのだが、 事情を知らない多くの人々はバードが、レイカーズのクーパーのディフェンスに抑えられていると思っていた。第4戦、第4戦は接戦となった末、セルティックスが107から105で勝利し、レイカーズに傾いていた流れを引き戻した。試合終盤、105から105の同点の場面で、ダブルチームに捕まったバードはボールをこぼしてしまうが、それを拾ったデニス・ジョンソンが決勝点となるシュートを、 決めた。第5戦を互い2勝で並んだ、第5戦は今後のシリーズの流れを左右する重要な一戦だった。セルティックスのケビン・マクヘールはチームの期待に応え、試合序盤に16得点を決めた。号を煮やした、ライリー HC は第2球からはジャバーをマクヘールにマッチアップさせ、ロバート・パリッシュにはカート・ランビスを当てた。 このマッチアップ変更が功を奏し、第2級後半にはレイカーズが一気に畳みかけて、前半を64から51とリードして終えた。後半に入ると89から72と、さらに点差を広げるが、セルティックスも反撃し、残り時間6分までに101から97の4点差に追いついた。しかし、ここからジャバーが4つのショット、マジックが3つのショットを決めて、 セルティックスに止めを刺し、120から111でレイカーズが勝利し、ついに悲願のセルティックス打倒まであと一勝となった。第6戦ボストンのホームアリーナ、ボストンガーデンにはガーデンの魔物が住んでいた。1928年に建てられたボストンガーデンは NBA 最古のアリーナで、その長い歴史の中で数々の逸話を生み出し、いつしか人々は、 ガーデンには魔物が住んでいると噂するようになっていた。セルティックスは過去ファイナルで敗退したのは27年前の1958年のセントルイスホークスの一度のみで、またこのガーデンで優勝を許したことは一度もなかった。2から3から2のフォーマットとなったこの年、レイカーズはもはやこのガーデンで優勝するしかなく、彼らはこの伝説に挑戦することとなった。 セルティックスと数々の激戦を繰り広げるうちに何時しかこの伝説の一部分となってしまったレイカーズのゼネラルマネージャージェリーウエストは第6戦以降チームに同行しないことを決めた前半セルティックスはジャバーをファウルトラブルに陥れるに成功したがしかしミッチカップチャックがジャバーの穴を埋める活躍を見せ55から55の同点で前半を折り返したセルティックスは 前半のローテーションを7人だけで回したため、後半に入ると疲労の影が見え始めた。セルティックスの変化を見逃さなかった、ライリー HC はさらにセルティックスの体力を削るべく強力なプレスを敷いた。レイカーズの激しいプレッシャーの前に、セルティックスが混乱に陥る中、この日29得点のジャバーの活躍で少しずつ点差が広がり始め、 そして第4級にこの日36得点と奮闘したマクヘールがファウルアウトした時点で勝敗が決した。最終スコアは111から100。レイカーズが2年ぶり、80年代に入って3回目の優勝を決めた。過去8回の優勝を誇るレイカーズでも、この優勝は特別なものだった。ガーデンの魔物、過去8回のファイナル敗退、あらゆる区引きを断ち切った。 26年越しの悲願の達成だった。前年、ホームチームの優勝にコート中を埋め尽くして祝福したガーデンの観客たちは、この日は歓喜してロッカールームに下がっていくレイカーズを沈黙のまま見送った。ファイナル MVP は不甲斐ない第一戦から見事に立ち直り、シリーズ平均3 0に得点11.3、リバウンド点五、アシスト点零、ブロックの成績で、 チームを牽引してきたカリーム・アブドル・ジャバーが選ばれた。38歳のファイナル MVP 受賞は NBA 最年長記録であり、さらにジャバーはこのシリーズでプレーオフ通算得点で歴代1位となった。キャリア16年目を迎えた老兵が達成した偉業であった。第一戦の大虐殺の後、ジャバーを激しく叱ったしたライリーは38歳の ジャバーが怪我もいとわずルーズボールにダイブする姿を見て、そこに情熱を見たと絶賛した。シリーズ中優中と背中の痛みに悩まされたバードは、特に背中の痛みは後の彼のキャリアに暗い影を落とすが、それでもバードはリーグ最高の選手の一人として君臨し続ける。そしてレイカーズとセルティックスの両友は1シーズンを挟んだ後、1980年代最後の決戦を迎える。 ロサンゼルスレーカーズ4から2、ボストンセルティックスファイナル MVP、カリーム・アブドゥル・ジャバー。ありがとうございます。